はい、こんにちは、竹下敦です。私ね、本日8月6日をもちまして、53歳になりました。ありがとうございます。昨日ね、師匠であるレイ・アルフォンソ・ショーダ氏と、約束していた、譜面100枚ですが、昨日中に書き上げました。はい、アルフォンソ、ちゃんと約束を守りましたよ。はい、今年はね、家内から、朝早々に、お誕生日おめでとうと、メッセージをもらって、本当にありがとうね。譜面って100枚書いてみると70枚まではすごくきついんだよね。今まで書いてたのっていうのは、まあ、コード譜とあとはオタモジャクシではなく、これはこうグラフみたいに書いてたのね。でグラフの中にドットを打ってくイメージで、要するにこういうね、音の波のグラフがあって、そのポイントポイントにドットを打っていく感覚だったんだけど、それだとやっぱり分かりにくいっていう人がいるわけ。音大卒の人とかね、もうきっちりこうふわりができてないと読みにくいっていう人もいるんで、だそういう人とね仕事していかなきゃいけないんで、きちっと書けるように練習しました。これでね、不思議なもんでね、100曲書いてみるとね、分かってくることっていうのがあるんでね、自分のね、トーン記号が汚いとかね、トーン記号って一番大事でしょ。結構ね、トーン記号を適当に書くやつがいいんだけど、あれはまずね、見るに値しないよね。だってそれが一番大事なもんなんだもん。で、今年何人かね、優秀なね、講師について、黒沢音楽学院、学ばしてくれることをたくさん本当に感謝してます。でもね、何名かの講師の方に関しては私の方からパスさせていただきました。だって自分より下手なギタリストに習いたくないでしょ。だって加納修先生はね、俺はやっぱり勝てないなと思う部分があるもん。ゆっくりも弾けるしね、早くも弾けるしね。で、すごく俺のプレーを際立つようにバッキングしてくれるし、加納先生がソロを取るときは俺も加納先生のいいね味が出るように一生懸命バッキングするし、レッスンで言ってもね、ほとんどこれをこうしましょうとかね、そういうことなく、まあ、約1時間ぐらい2人で笑いながらギター弾きまくるんだけど、それはすごく楽しい時間でね。であと斎真理子先生もね、すごい、あの人もすごい。発声ね、本気で出した時の発声はね、やっぱりさすが元アイドルで、元なんか、ABEX 系のね、ユニットも組んで、それでもデビューしてて、しばらく産休で休まれてたそうですけど、今復帰されて、あの人もねすごいね、
サバサバしててね、あのなんだろう、めめしいところがなくて、僕はねとっても好きです、あの人としてね、あのご主人いらっしゃるんでね僕もね、あの大切な、あの、まあ、別居してますけど奥さんいますんで、でもね、あの本当に今年はね、人と人とはね、すごく、いい巡り合わせができました。本当に感謝してます。そしてね、去ってった友人もいます。これはもう仕方がないですね。来るものは拒まず、去るものは追わずでね、やっぱり話が合わなければね、話してもしょうがないしね、やっとこの年になって、アルフォンス塩田さんのね気持ちがほんの少し分かるようになってきました。で、俺のことを3歳の子の時から面倒見てくれて50年間待ってたんだよ50年間だよ、一人の人間育てるのに50年、たかだか100曲の譜面書くのに50年、その忍耐強さって言ったらすごい人だよね。そんな人がね師匠だってことが誇らしいです。改めてね、本当にポンチョありがとう、そしてねポンチョを支えたキミちゃん、天国で笑ってるかな今頃、本当にありがとう。そんなわけで、竹下敦史53歳になりました。はい、お誕生日おめでとう。そんなわけでね、今日も早速、ギターのレッスン、自分でね自分を鍛えていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。 See you next time です。今年もよろしくね